はい、こんにちは、すすチャンネルです。今日はアマゾンブラックフライデーで買ったものが早速届きましたんでご紹介したいと思います。じゃん、こちらです。 eWin 折りたたみ式ワイヤレスキーボードです。つい先日 iClever の折りたたみ式キーボードを買いましたというご紹介動画出したんですけども、これ妻が使いたいということで妻に渡したんで、私用に新しいのを探して買いました。定価が7580円するんですけども、 Amazon ブラックフライデーでなんと 57% オフ3285円でしたので、こちら買いました。 iClever とどう違うか実際開封して試したいと思います。はい、じゃあ早速開封していきます。 eWin 折りたたみ式ワイヤレスキーボードでございます。はい、こんな感じですね。これと保証書と説明書ですね、入ってます。んで、あ、こんなケースも入ってる、ペラペラの。はい、説明書ですね。ほんで USB Type C なんです。そしてスマホスタンドもついてます。はい、大きさ、あ、iClever よりかはまあ同じぐらいかな、ちょっと小さいかな。ほんで薄さは iClever の方が薄い。 iClever の重さ 174g、 厚み 5.8mm なんです。 eWin の方は 214g ですね。はい、こんな感じです。テープ剥がします。ペロ、はい、こんな感じですね。広げた感じはどうでしょうか。うん、まあ、これは間がねちょっと空いてるし広がってるんで、まあ、でもキー的にはどうでしょうか。うん、こんな感じですね。トラックパッドが、タッチパッドがどんな感じなのか、この辺が気になると思います。打った音いきます。キーがちっちゃい。はい、コントロールコマンド、この辺の変換がねどんな感じなのか、あとエンターちっちゃいのと、デリートがねこれちょっとね慣れないと打ちにくい、ちょっと開かないと、あとこのハイフンが若干打ちにくかったんですけど、どうでしょうか。じゃあ一回 iPad と設定したいと思います。電源入れて赤いボタンがついたらファンクションの位置を押して出てきましたね。はい、接続できました。うん、エンターがちっちゃいな。エンターとデリート、ここですね。これ慣れないとダメですね。でも静かですね、結構ね、結構エンターとデリート、ここは慣れない、結構静か。デリートキーがまだ慣れない、ここですね、ここだけ。さあ、トラックパッド、お、タッチパッドはまあ良好ですね。3本指で切り替えは可能です。うん、クリックがここですね。あ、まあ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 、クリックはここじゃないとクリックできないんです。
いけんのかな。あ、いけんのか。あ、一応いけますね。うん。あ、思ったよりタッチパッド問題なくいけそうです。3本指で、うん、まあまあまあ、まあ、2本指ページ送りも問題なくできますし、うん、まあまあまあそんなに使えないってことはない。思ってた以上に使えますね。ページ送りも細かいとこも、うん、いいんじゃないでしょうか。しばらくこれでやっていきたいと思います。今ね、ブラックフライデーでかなり安くなってますのでおすすめです。3台までね、こちらで切り替えができますので、これが便利ですよね。あとタイプ C で充電可能です。2時間充電したら60時間使用可能となっています。で、オートスリープ機能もついてます。しばらくこれでねやっていきたいと思います。あんまりカチャカチャしたようなねプラスチックのものは使いたくなかったんですけども、これはいいですね。結構高級な感じ。あとこのここの部分も思ったより強そうです。すぐに壊れそうではないですね。安いです。もうこれがあればマジックキーボードいらないでしょう。3000円台で買えるんでね、今は。なので概要欄にリンク貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録、高評価の方もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。